はい、どうも皆さんこんにちは。今日は6月20日の10時17分に収録しています。こちらナスダック100、そして SP500 で、ソックス指数で、最後に SOXL、まあ、それぞれですね、この後どうなっていくのかという見通しをですね、条件付きとともに皆様にお伝えしたいと思います。よろしければね、チャンネル登録と高評価ボタンぜひお願いいたします。はい、ここ最近の4時間足のナスダック100の値動き見てますと、ここで安値のね、ヒゲ先の節目を作っているのがお分かりでしょうか。ここにヒゲ先がありますよね。はい、今週末までに、いいですか、条件、今週末までにここを4時間足の実態で割り込むことがあれば、ね、そうすればですね、私の今メインシナリオとしている、まあ、今週末あたりから崩れていき、で調整と、調整といっても大きな調整じゃなくて、あくまでここ最近ちょっと引きますね、ここ最近のここからここまでの上昇の中で、こう上昇下落ってありましたよね、上昇下落上昇下落上昇ってありました。はい、こういうレベルの調整、はい、をイメージしています。大きな調整はイメージしていません。やっぱりね、買いの強い相場というのが夏にかけて継続していくと思いますんで、はい、ただ今週末でその調整入りするよっていうには、やはりね、条件が必要で、今週、まあ、木金までにですね、最低でも4時間足でここを割らなくちゃいけない、はい、19841付近ですね。はい、これは先日6月18日の火曜日23時につけた安値ですね。はい、でそこから今ね、じわじわとずっと連続的にね、4時間足は陽線となっていて、まあ、大きな爆上げにはなっていませんが、はい、ですので、ここを割るということ、ね、ヒゲ先で、ね、ちょこんと刺して上がるとかじゃなくてね、しっかり実体で割るということですね。はい、それがね、条件になります。でそうしますと、私の調整のね、どこまで落ちるかっていうのをパーセンテージで言いますと、ナスダック100がだいたいトップから、まあ、今週末トップをつけるとしたら、トップから 4% 強。で、SP500 については、まあ、大体、まあ、トップから、ね、今からつけるであろうトップから 3% 程度。はい。で、ソックス指数については、まあ、私の目処立てでは、トップから、まあ、今夜か明日つけるであろうトップから 7% 強。で、SOXL は3倍レバレッジが効いていますんで、今夜明日つけるであろうトップから下落して4時間足安値を、4時間足実体でもし割った場合ですね、3倍レバで 20% 強、はい、下げるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ここにですね、具体的な、まあ、ジグザグを書いてるんですが、まあ、こちらはですね、メンバーシップの方で、共有、今夜というかもう今からかな、はい、共有させていただくつもりです。はい、ナスダック100、SP500、ソックス指数、ね。で、まあ、それに基づく SOXL ですね。これら、3つの指数はですね、まあ、私なりに、あ、ここ最近こういう動きをしてるなっていう共通点がありまして、はい。であったりとかね、その他のね、根拠等を、まあ、合わせてですね、まあ、条件付きで、木、金でトップをつけて、4時間の安値。例えば、まあ、SOXL で言うと、ここなんですよね。はい、このあたり。このあたりね、今現在65ドルじゃないですか。58まで下げるって言ったらね、いやもう手遅れじゃないのって、ね、手遅れっていうか、まあベアを買う方、今、現状でベア買いたいっていう方よっぽどいないと思うんですけど、いやいや、あのね、ここ割ったとしてもですね、結局ね、またリバーがあると思うんですよね。はい、下げっぱなしっていうのはなくて、はい、どんな下げ相場でもですね、やっぱりリバーがありますね。はい、下げの後に戻しがあって、でその後下げ3波が継続していくか否かっていう話ですね。はい、ですので、まあ大体 SOXA で言うと、まあ 20% 強ぐらいは下げていくかなと。いつまでって言ったら、まあ大体7月の頭ぐらいまで、はい、今現在ね6月20日ですよね。はい、ですので、まあ月末にかけてその程度下げていくような予想をしております。はい、まああくまで予想なんでね、まあ今日明日ね、結局4時間足安値を4時間足実態で割ることがなければね、はい、あ、その前にね、ちょっと、補足しておかなくちゃいけません。今4時間足の安値ここって言いましたけどね、ここって言いましたけど、ここね、この先日つけた高値、これもうすぐ今上抜こうとしてますよね。その価格いくつかっていうと、ナスダックで言うと19986です。
はい、で現在価格が19971ですね、はい、この後この高値を上抜くと直近安値というのが4時間の安値がここになります、はい、でそうなってくるとですね、今夜明日でトップをつけてここを割った時というのがね、まあ、私が申し上げるナス 104% 強 SP500 3% 強あ3% 程度で即指数が 7% 強 SOXL が 20% 強という、まあ最後のね、最後かどうかわからないけど、まあ、夏に向けてのどこかで買い場が来るだろうってどこっていうね、その買い場が、まあ、6月末、7月初旬あたりに、ようやくね、ようやく訪れるのかなっていうふうに思っています。私はね、まあ、もう先日からロングで今、ずっと放置状態なんですけど、はい、どこで転換するかわかりませんし、今週ね、結局この安値を終わらずにどんどん行ってしまったらね、私はね、もうこれね、そのまま行っちゃうパターンかなって思っています。ナスダック100がね、この、上そのまま行ってしまったら、今週も大陽線で終わってしまったら、もう大体ね、この辺まで行くかなっていうのがあるんですけど、皆さんもね、多分お持ちだと思うんですけど、その辺までもそのまま行っちゃうパターンかなっていうふうに思っていまして。はい、ですので、今週のね、木金っていうのはね、目が離せませんね。はい。ということで、細かくね、パーセンテージじゃなくてね、何ドルなのとかね、どんな感じで、どこトップで落ちていくのとかね、そのあたり、お知りになりたい方はぜひね、メンバーシップの ABC 会員の方々に、あ、ごめんなさい。今日はですね、週末なんで、BC 会員の方々のみのね、配信になります。まあ、ただ、来週の見通しについてはまた来週の月曜日に、ABC の方々に見通しシートというのを出しますんで、まあ、メンバーシップ、動画で、そしてライブっていうのは充実して、ずっとやっていますんでね。はい。ですので、まあ、ぜひね、この機会にご検討のほどよろしくお願いいたします。まあ、まずはですね、まずは週末にかけてね、本当にここ割るのかどうかっていうところ、で、調整入りするのかどうかっていうところですね、そのあたりを、一般の方々含め、一緒に見ていけたらと思います。はい。そんなわけで、本日はね、ナスダック100、SP500、即指数、そして SOXL のね、近々のね、見通しについて述べさせていただきました。よろしければね、チャンネル登録と高評価、最後の最後で噛んじゃった。高評価ボタンね、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。本日は以上です。ありがとうございました。